何もかもが違うんですけど、サンニスカイラインのエンジンじゃないんですけど、もうここから違う。こんにちは、トラスト企画阿部ちゃんです。花です。カメラマンの葵です。さあ今日もですね、元気に入庫車両の紹介をしていこうかと思いますが、はい、最近ですね GTR ではない普通のスカイライン、うん、サンニースカイラインの入庫が続いてまして、はい、めちゃくちゃ増えてる、ね、ただ割と、まあ、ノーマルチックな、うん、そこまで改造してなさそうなね車が多かったんですけど、はい、今回はすごいすごいのが来てしまいました。すごいですこいつ。確かにバンパーがもう見たことない、はい、すごい形状のバンパーですね、うん、ここがもうすごいもん幅が。ハイウィーンにこんなもうある意味しゃくれちゃってる感じだよね。こんな出てる。確かにこういうエアロをしてる GTR ってなかなか見ない、うん、あ GTR っていうかスカイラインとか、このねフロントバンパーをパッと見た時に、はい、やっぱり他と違うじゃないですか、うん、明らかに、うん、なんとこれベイルサイドです。あ前も FD でフルエアロだった、はいはい、ありましたね。フロントはねおそらくベイルサイドのコンバットっていうエアロシリーズのフロントバンパーだと思います。うーん結構特徴的ですよね。いやこれこの形のプラモデルとかも昔売られてました GTR のコンバットエアロみたいなやつで、そうなんだ。じゃあ結構有名なエアロなんですね。まあ多分ね、90年代、まあ、2000年代ぐらいの昔に乗ってた人だったら懐かしいって言うと思います。これ結構つけてた人が多い。いやそこまで多くないけど懐かしいかなって感じ。グラマラスだよね。そうです。でなんとですねこれフロントバンパーサイドステップ、はいリアバンパー全てベイルサイドになっております。もう一式、はい、横も見てください、はい、こちらも、ね、ベイルサイド入ってます。これは入ってるね、はい、でリアバンパーも、はい、汚いベイルサイド入ってますね。あ、はい、このちょっと半分ディフューザーっぽくなってる形状が特徴的ですな。すごい GTSR、 はい、まあ、GTSR っていうグレードはありませんけれどこれは多分サニー GTR の上をこう切り取ってね、うん、作った やつだと思います。流用されてこれ GTST とかそういうやつだと思うんだけどですね、うん、え、これウィングも？ウィングは違うか。ウィングはねちょっと調べたんですけど、うん、ちょっと名前が分からなかった。これすごいね。すごい。なんか懐かしい感じ。90年代って感じです。このウィングの感じ。すごいこれ。足入れられるよこれ。ねえ、こんなに。この高さすごい。高さ的には大丈夫なんですか？車検とかこれって。あのルーフの上から出なきゃ大丈夫。ああ。高さはルーフ基準なんだ。でもこれ今こういう高さのウィングつけようと思ったらみんな GT ウィングになると思うんだけど、ああこういうねちゃんとゲート型っていうのが当時っぽい感じ。なんかね昔ニスモもこういうウィング出してたんですよ。だから何のウィングなんだろう、ちょっと見当つかないですけど、分かる方いたら教えてください。すごい結構状態もいいですよねウィングの。そうだね。ていうかこの車多分オールペンしてると思います。そのなんかエアロンもね色が揃ってて、うん、安っぽくない。紺色。これボンネットも変わってますもんね。ボンネットカーボンですね。すごい。ドライカーボン。お金かかってるこれ、はい、でグリルもね GTR のやつつけて、フードトップモールもつけて、そうですよね、はい、GTR 風な感じです、ね。まあ、外観ね前から見ると GTR っぽく見えるんですけど、うん、あのフェンダー関係はね、はい、あのサンニースカイラインのまま、あナローフェンダーです。でもちょっとこうねつけてるバンパーとかにねしたらフェンダーも膨らましちゃった方が迫力あったんじゃないかっていう気はするんだけど、まあこれはこのままでもいいんじゃないかなと思いますけれどね。すごい、もう外装だけで盛りだくさんですよね。なんかちょっと90なんか
タイムスリップしてきた感じ。これ多分懐かしいって思ってる人いると思うよ。昔はこれが流行りだった、うん、結構こういうスタイルが流行りでしたね。だってもう今はもう値段とかの関係で純正のままだったり、うん、そうだね、あんま派手なことできないけど、そう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 、これは昔に作った車のような気がするんで、うん、まあ、こういう、ね、外装になってると、うん、面白い。それもそのはず、何ですか。なんとこの車ですね、走行距離びっくりするよ。え、走行距離43万キロです。43万、20とかじゃないの。43万キロすごくない。いや、メーターおかしくなっちゃう。すごい。だけどこの程度っていうか、いや多分ね、何オーナーか渡り歩いてると思うんだけど、結構走ってた車なんじゃないかなって思いますよ。すごいすごい。これね、できれば前オーナーさん見ててほしいです。何ですか。相当綺麗にしました、また。いや、これはあの実はね、はい、オーナーさんからの買い取りの車じゃないんですよ。あ、そうなんだ。はい、オークションの方から来た車なんだけど、もう来た時から比べたら相当綺麗になったんで、ちょっと前オーナーさんぜひ見てほしいです。阿部、はい、ちゃんの頑張り見て。頑張り、はい、はい、わー、でも今は本当に新車なぐらい綺麗になってる。まあ、ちょっとシートとかね、あの、うん、破けてたんで、あー、まあ、テープで補修しましたけど。あ、阿部ちゃんが補修したんだ、うん、破れてたんだ。ブリッドのセミバケ、そうだね、が入ってますね、うん、割と新しめ。はい、ステアリングはモモになってて、まずメインメーター見てください。はい、メインメーター珍しいです。このサンディスカイライン用のニスモメーター260、すごい。で、走行距離見て、429,587キロ。このコンテなんか見たことない。あ、これあのサンディスカイラインの前期のメーターです。はい、すごい、レアだ。なかなか見ないよ、こっちの GTR のニスモメーターはよく見る。そうですよね、サンディスカイラインのはあんまり見ないです。ここのメーターもすごくないですか。すごい、どこのデフィ。あ、デフィ、全部デフィ。お金かかってる。ちょっと反射しちゃってるんだけど、ブーストですね。ブースト、これがウォーターテンプ、オイルテンプ、オイルプレッシャー、はい、フューエルプレッシャー、エキゾーストテンプ。あ、すごい、ここまで見るの大変じゃない。6つ6連ですね。ね、エキゾーストテンプまで見てるってすごいよね。すごいですよね。ここのボタンとかも綺麗。そうだね、うん、でもこれね、入庫してきた時は、はい、ダッシュボードとか、うん、この辺になんかよくわかんない灰皿とか、うん、なんか増設されたシガーソケットとかめちゃくちゃいっぱいついてたんですよ、うん、まあ、そういうのはちょっと取らせていただいてですね、綺麗にしました、はい、でちょっと助手席に気になるのがあるんですけど、これ H ケースの、はい、花ちゃんよく気づきました。金プロ？そうです、金プロ入ってます。すごいよ。金プロって何ですか？コンピューターです。あ、コンピューター？コンピューターが H ケースの金プロになってるから、多分これエンジンルームやばいよ。やばいことになってるんだ、うんうんうん、まずさ、こんなに追加メーターついてるのにさ、エンジンノーマルなわけないじゃん。そういうことか、うん、ここで気づくべきだったのか。くそー、悔しい。まあちょっとね、こういう追加メーターついてるってことはエンジンがすごいので、本当にすごいよ、エンジン。早く見たい。見て、見よう見よう。見よう見よう見よう。何もかもが違うんですけど、サンニスカイラインのエンジンじゃないんですけど、もうここから違う。いや、エンジン積み替えてあるとかそういうレベルじゃないんですよ、これ。え、見て、 V カム入ってる。うわ、え、これ見て、こっから見た方がいい。すごっ、もう裏切られた、また。ちょっとこれはエンジンオーバースペックすぎです。オーバースペック、マジで。すごい、はい、なんとですね、これ仕様書もございましてですね、こういった形で、すごい、はい、仕様書もございます。あ、ちゃんとこの車ですね、はい、
なんとエンジンは透明の 2.8 リッターキット、うん、ニッパチです。 RB ニッパチ、透明のニッパチで、タービンも透明の M7655、 はい、はい、そこに入ってる。で、V カム入って、うん、ツインターボなのに V カムって珍しいけどね。で、V プロ、うん、で、インジェクターも変わって、デリバリーパイプも変わって、インタークーラーは HKS かな。あー、トラストのやつ。トラストかな。うん、トラストだった。グレティの。あ、グレティですね、うん、トラスト。パイピングもトラスト、ラジエーター ARC。 これはね相当やってますよ、これ。すごい、はい、内容がもう。しかもね、ちゃんとパワーチェックシートまでついてて、ここ見てください。570馬力です。やばー。見てよ、このトルクのカーブ見てよ、すごくない？これは端ブースト、まあ、これトルクですね、トルク74キロで、馬力が570馬力。これさ、これサンニースカイラインのボディじゃちょっと受け止めきれないんじゃないの。これ大丈夫なのかなって思っちゃいました。はい、すごい。ちゃんとね、そういう証明書もあるし、ね、うん、まあ確かな感じですよね、うん、でもやっぱし距離がいってるから、うん、どうなんだろうって思う、うん、いや、これで42万キロ走ってるわけないじゃん。違うか。絶対違うよ。これで42万走ってたらバケモンだよ、このエンジン。相当なメイキになっちゃうよね。でもさ、こうついてるパーツとか見ると、はい、まあ、V カムもそうだし、このトラストのパイピングもそうだし、うん、透明のタービンもそうなんだけど、うん、そこまで古い仕様じゃないように見受けますね。結構外装はオールドスクールな感じだけど、うん、エンジンルームはまだ近代っぽい感じです。まあ少なくとも2005、6年ぐらいに組んだエンジンなんじゃないかなって思いますけどね。エアフロレスだしね。あ、そうですね。 DJ トロだし、でニスモのオイルセパレーターもついてるし、もう有名なメーカーのパーツが盛りだくさんだね。盛りだくさんだよね。まあ、これさ、ニッパチのキット組むってことは1回エンジン全部バラしてるってことなんですよね。もともと乗ってたやつをバラしたのかな。もともと乗ってたやつバラしたのか、例えば RB20 のまんま結構距離を乗ってきて、うんうんうん、そろそろオーバーホールかなって思った時にこれが出てきたのか、うん、まあ、ちょっと詳細はわからないですけど、そうですね、まあ、1回バラさないとこういうシステムは全部組み込みできないので、うんうんうん、まあ、工賃だけでも100万ぐらいかかってんじゃないかな。いやー、絶対かかってますね、うん、でエンジン単体でパーツだけ合わせると多分250-60万かかるんじゃないですか。 V カム組んで、タービン組んで、ニッパチ組んでだもんね。すごい。ここまで来ちゃうと、なんか 32GTR より価値あるっていうか。全然ありますよ。確かにね、エンジンだけでも。これはさ、まあ、言っちゃ悪いけど、はい、こんな車オークションに出てたらさ、トラスト企画が逃すわけなくないですか。みーくんがね、見つけてポチっちゃったよ、うん、もう車としては見てないですよ、エンジンとして見てます。ここね、ここですね、はい、ここが。そうだよね、 32GTR じゃないもんね、ここ。あ、本当だ、 HR32 ってなってる、うん、エンジンかけますね。はい、全然余裕でかかる。スムーズだね。ね、まあ、オーバーホールしてから何キロ走ってるか分かんないんですけど、あのエンジンのかかりとかに不安な要素ないし、ないですね、異音もないし、アイドリングも不安定じゃない。すごね、DJ トロで金プロで制御してるのにアイドリングバラバラいってないから、うん、ちゃんとセッティング取ってるんだと思いますよ。ちゃんとしたところでやられてるって、うん、
カップリングも超綺麗で、オルタネーターも綺麗だし。このエンジンだったらもっと走行を伸ばせるんじゃないですか。なんかほんと久々に入ってきましたね、こんなゴリゴリなスカイライン。これはね、走行伸ばす前に免許なくなっちゃいますよ。取り消しになっちゃう。これ湾岸線行ったら楽しいんだろうな。もう300キロ余裕で出ますね、このエンジンだったら。余裕で300、うん、やば。今はもうこうやっていじる人はいないんじゃないかな。もうノーマル維持みたいな形になりますけど、まあ、それこそね、前も言いましたけど、この HR32 が5万10万の時代に側買ってきて、こういう風に作ってね、遊んでた方もいらっしゃったかと。そういう車だと思います。まあ、ただね、この車はおそらく解体です、うん、解体。まあパーツというか、もうみーくんもね、エンジンとしてもう見ちゃってるから、まあそういう運命になっちゃうのか。だって走行距離42万キロだもん。そうですよね、はい、ね、まあ26下ろして20積んで、あ、またオークションに流したとしても走行距離行き過ぎてて値段がつかないので、これはもう潔く解体して、まあ、いろんなバンパーとかサイドステップとか当時の懐かしいパーツは、まあ、皆さんに提供して、うん、まあ、エンジンとかはね、もうこのままコンピューターとセットで、お、そうですね、セットでこう出品しますから。でこれ FR 仕様になってるんで、うん、あのもうオイルパンとかも全部加工済みです、これ。だからね、RB26 使ってドリフトしたい人とか、うん、ね、他のなんかローレルとか、いろんな車にスワップするときに便利な状態にもなってますので、セットだともうこれだけ買っちゃえばいけちゃうってことですね。そうそうそう、26をね、FR に積むときはオイルパンの加工がめんどくさいんですよ、穴塞いで溶接してみたいになるので、まあ、そういうのも全部もうやってあるエンジンになるんで、まあ、これは結構ね、あのいいと思いますよ。そうですね、うん、GTR 乗ってる人にはあんまりあれだけど、うん、そういう方向けなんだと思います。いやー、まあちょっと悲しいですけど、この車のパーツはね、また車のパーツとなって生まれ変わるということなので、うん、はい、うん、ぜひ欲しいっていう方はトラスト企画のヤフオクの3号店の方チェックお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、ちょっと試乗したかったですけどね、うん、もうナンバーがこの車ないので、あ、もう早いな、はい、仕事が早いな、ナンバーないのでちょっと乗れないかなと思います、はい。で、あのね、もしオーナーさん見ていただいてたら、うん、まあ、最後に僕死ぬほど綺麗にしましたんで、それでちょっとご勘弁いただいてですね、あの解体させてください、はい、よろしくお願いします。じゃあこういう車でも全然オークションから買ってるっていうことはお客さんからも買い取る。そうですよ、オークションから買うのなんかめちゃくちゃ手間かかるし手数料もかかるんで嫌なんですよ本当は、うんうんうん、皆さんから買いたいですのでよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。